俳優の松本若菜40が10月スタートのフジテレビ木曜劇場私の宝物で主演を務めることが30日発表された。今作は踏み越えてはいけない一線で葛藤する女性を描いた昼顔、話しての流れを9組む夫婦のタブーを扱ったドラマの第3弾。松本は現在放送中の TBS 系ドラマ、西園寺さんは、家事をしないで主演を務めており、今作で2クール連続民放連ドラ主演となる。今作が、フジテレビ系連続ドラマ初主演を飾る松本が、たくらんという禁断の決断を下す悪女を演じる。同作は、夫以外の男性との子供を、夫とのこと偽って産んで育てる、たくらんを題材に、大切な宝物を守るために悪女になることを決意した一人の、女性とその夫、そして、彼女が愛した、彼、三人のもつれ合う感情を、完全オリジナル脚本で描く。昼顔妻を描いた、昼顔平日午後3時の恋人たちから、2014年7月期、と、セックスレスをテーマにした、あなたがしてくれなくても、2023年4月期を手掛けた三沢、玲子氏がプロデューサーを務め、脚本は同じく、話し手を担当した、市川隆之氏が務める。